こんにちは。スマホの料金なんですけども、いろいろ調べていきました。まあ、私が一番おすすめするのはね、スマホを使いながら、まあ、毎月毎月10万円とか20万円もらえちゃうってやつなんですけども、あれは前回、ズームライブでお話しましたよね。えっ、ー、と、コスイさんという占い師の方があ、この方もね、スマホが不収入になっていると。どんな状況の悪い時でも、スマホっていうのはみんな使ってるんで、その、 利権がね、権利収入が入ってくるよよっっててことなんですよ、まあ、権利収入って言うとねいやらしい言い方になっちゃいますけども何でなんでしょうねで今回ねお話しするのは儲かるスマホの話じゃないんですよただ単に契約を切り替えると毎月65円で20ギガのスマホが使えるっていうね、まあ、そういうのが見つかりましたんで多分これ以上安いのはないですよだから儲かんなくてもいいから安く使いたいんだっていう方はもううってづけだと思いますよねあの、生活コストが色々とかかる中で スマホの料金ね、まあ、私みたいにね毎月3万円もかかってましたって人はいないと思いますし今私はスマホの料金って1万円前後で済んでるんですよ高くても2万円になることはありませんだから非常に助かってるんですけども、まあ、私の場合はね副収入としてスマホを考えてますからねですんで私の方も権利収入がやっぱりね10万円単位で入ってくるんで毎月の利用コストが1万2万かかってもどうってことは今はなくなりましたけどもさあ今回は重ねて申し上げますけども毎月65円ですよ ね、儲からないですけどもただ安くなります毎月65円で使いたい方は是非メンバーシップの方にいらしてくださいメンバーシップでどうやったら65円で毎月毎月スマホのコストを抑えれるのかこれをお話ししておりますでメンバーシップではね390円の月間費用でこうやって毎回毎回お得な情報もうお金にダイレクトにかかることばっかりお話ししますんでどれ1個を取ってもですね絶対に 得したと思わせるようなな内容になってます試しに1ヶ月だけ390円だけ払って入ってみるのはいかがでしょうかあもしね気に入らなかったら離脱すればいいですしあのバックナンバーをねバーッと全部取ってねそれからやめてもいいですしねでここの情報っていうのはね自分が使うのももちろんいいんですけどもたくさんの人に教えてあげてで信頼を貸し得してほしいんですよいつもそんなお得な情報を知っててすごいねって思われるようになると、まあ、発信力も上がりますしね信頼関係も強くなりますんで YouTube のチャンネル登録が増えたりとかね、でメルマガの読者が増えたりとか、LINE アットの読者が増えたり、じゃなくても口コミ力が強くなります。なんかもっといい話ないですかっていうふうに聞かれちゃったりもすると思いますよ。要はですね、人よりもお得な情報をたくさん持っている、そういったところでアドバンテージを稼ぐっていうことになりますかね。<laughs> それでは以上でございます。メンバーシップの方、ぜひね、入ってください。お待ちしております。今回は毎月20ギガ65円で使えるスマホのプランでの紹介でした。いってらっしゃい。